いとろうある心ばえども見えて、数多くなりゆくに、上楼も乱れて、小ぶりの額少しくつろぎたり、大小の君も、御位のほど思うこそ、礼ならぬ乱りがわしさ、かなと覚ゆ、見る目は人より毛に若くおかしげにて、桜の脳死のやや苗たるに、差し抜きの裾つかた少し含みて、景色ばかり引き上げたまえり、軽々しゅうも見えず、物清げなる打ち解け姿に、花の雪のように散りかかれば、打ち見上げて、しおれたる枝少し押し降りて、見橋の中の品のほどに痛まい、品のほどに痛まいぬ。河野君、菅野君か、まあ、こうでも菅でも両方読みますが、菅野君、続きて、花乱りがわしく散るめりや、桜はよきてこそ、などのたまいつつ、宮のお前の肩を尻目に見れば、例のことに収まらぬ気配どもして、いろいろこぼれ入れたる水のつまずま隙影など、春の田向けのぬさ袋にやっと覚ゆ。いとろうある心ばえども見えて。大層技を磨いたろうあるってな、決まりのテクニックを非常に熟練して身につけているということですね。意図ろうある心映え、熟練者としての心映えなんかも脇から見ていると十分感じられてということです。蹴鞠の美術に関して大層熟練した様子であるこなどが伺えて、で数多くなりゆくに、蹴鞠を繰り返す数がだんだんと重なってゆくにつれて、上楼も乱れて、身分の高い者もすっかり夢中になって、夕霧や柏木なんかもやってるうちにだんだんとこう夢中になっていくわけですね。そして小ぶりの額少しくつろぎたり、冠の額のあたりが少し乱れてきている、冠が傾いたり、なんかしてくるわけです。汗をかいて、あるいは動きが激しいから、きちんとかぶっているはずの冠がだんだん傾いてきたりするわけです。いい年、若者の中でも年重のものでもそんな風になってくるわけ。大小の君も、御位のほど思うこそ例ならぬ乱りがわしさかなと覚ゆれ。夕霧の君なども、その位のほどから考えると、いつもにはない乱れようだと思われ、見た目には
人よりも一段と若々しく風情があって、桜の脳死、これは桜重ねの脳死ですね、表が白、裏が赤いエビ染めの色の重ねの脳死、その布の様子が、切れ地の様子がなえたるに、いかにも新品を着てきたというんじゃなくって、少しこうなえた感じで、着慣れた身に沿った感じで、なえたっていうのはここはマイナス面を言ってるんじゃなくって、身に沿った感じでということです。で、差し抜きの裾つかた少し膨らみて、差し抜き袴の裾の方が少し膨らんで、それを景色ばかり引き上げたまえり、ほんの少しだけれども引き上げて動きやすいようにしていらっしゃる。あまり引っ張り上げてけずねなんか見せたら、これはもう品がないわけですけれども、桜の脳死のややなえたるに、差し抜きの裾つかた少し膨らみて、景色ばかり引き上げたまえり、競技に夢中になっていてもなかなか品のある姿なんです。で、軽々しゅうも見えず、物清げなる打ち解け姿に、非常にさっぱりとした打ち解けた姿で、花の雪のように降りかかれば、その上にまた花がハラハラと雪のように降りかかるからして、打ち見上げて、かっこいいですね。しおれたる枝少し押しおりて、たわんできている枝を少し手で曲げて折って、で、見端の中の品のほどに、階段の中ほどのところに、板前ぬ、板前ぬってのは、いるは腰を下ろしていらっしゃった。だから、まあ、少しこう蹴鞠の輪から抜け出て、そして腰を下ろしていらっしゃった。この時段、ある子、夕霧の動きの経過を描写して、なかなか舞台の一場面の描写のように綺麗ですね。見る目は人より毛に若くおかしげにて、桜の脳死のやや慣れたるに、差し抜きの裾つかた少し膨らみて、景色ばかり引き上げたまえり、軽々しゅうも見えず、物清げなる打ち解け姿に、花の雪のように降りかかれば、打ち見上げて、しおれたる枝少し押し下りて、見端の中の品のほどに、板前ぬ。それから、右衛門の神、菅の君、続きて、柏木右衛門の神は、それに引き続いて夕霧に釣られるようにして、隣に腰を下ろして、花乱りがわしく散るメリア、桜の花がむやみに散るようだ
桜は良きてこそ、桜は良きてこそというのは、この字の文章だけで見ると、桜は避けて、桜の枝に触れて花を散らすような蹴り方しないで起きなさいというふうに弟たちに戒めているように聞こえますけれども、実はここは引き歌があって、古今集の春の下の巻の藤原の吉風の歌を弾いているわけですね。春風は花の便りをよきて吹け、心づからやうつろうとびん。春風は花のあたりをよきて吹け、心づからやうつろうとびん。春風に対して、ね、花のあたりはよけて吹いてくれ、花を散らさないで花のあたりはよけて吹け、桜の花が風に散らされるんじゃなくって、おのずからの自分の心で春の時を深めていく、散るにしてもおのずから自分の心で散っていくんだというふうにして見ていたい、その歌を引き歌にして、そして、桜はよきてこそ吹けとこう言ってるわけですね。花がむやみにちらちらと散っていくようだ、風も桜の花をよけて吹けばよいのに、などと口ずさみなさって、でどうしても気持ちがそっちへ行くわけです。宮のお前の方を尻目に見れば、その御簾の降りている奥の方に、三の女房たちにかしずかれて三宮がいるはずなんです。その宮のお前の方を尻目に見れば、女三宮のいらっしゃるあたり、神殿のあたりの方を尻目に見るというと、横目でちらちらと見やるというと、例のことに収まらぬ気配どもして、この若い三宮についている女房たち、その女房たちも若い女房で、なんとなく雰囲気が あまりお行儀がいいようじゃないわけですね。女三宮の気分が女房たちにまでなんとなく感染していて、若々しくはあるけれども、同時にちょっと落ち着きのない、そんな感じが全体にしているわけです。それがだんだんこう出てきますけれども。で、御殿の中にいらっしゃる、その、女三宮のあたりを尻目に見えるというと、いつものようにことに収まらぬ気配どもして、格別
慎みの届いていないような周りに、光源氏をはじめ金太刀がたくさん、それは水のあるいは貴重の外だといえども来ているわけですから、少しこう配慮がなければならないわけですが、もちろん金太刀の蹴鞠を見たいという気持ちは若い女房たちあるいは三宮の心にもあるわけでしょう。ですけれどもまたおのずからそういう心配りはなければならないわけですが、そんな雰囲気はどうも見当たらない。で、例のことに収まらぬ気配どもして、格別慎みのない女房たちの気配がすだれの奥でしていて、でいろいろこぼれ入れたる水のつまづま、すきかげなど、水が垂らしてある、そこから水の端々からちらちらとすきかげで中の気配が目にちらちら見えるわけです。若い女房たちの着ている派手な着物の色の様子がこう感じられるわけで、それが春の田向けのぬさ袋にやと覚える。春の田向けっていうのは、春の神様はサホ姫ですね。春の女神のサホ姫に手向ける、その糠袋のように、神には糠を立てばつる、春には春の姫神であるサホ姫の神様に糠を立てまつるわけです。そのぬさを入れる、収める袋、に似ている、そんな感じが、水の隙間からちらちらとこう見える。なんとも、色気があって、心惹かれる、若者たちの心を惹かれる様子なんですね。しかしそういう気配が外へあらわに見えるっていうのはあまりいいことじゃない。